福岡貨物ターミナル駅は福岡県福岡市東区箱崎不当2丁目に駅事務所を置く日本貨物鉄道の貨物駅である。鹿児島本線貨物支線の終着駅で福岡県の鉄道貨物輸送の拠点駅の一つである。地上駅。コンテナホームは3面あり、島式2面、単式1面となるように2役線が5本接している。ホームは駅構内の北側にあり、 南側は着発線となっている。着発線は8本ある。ホーム上にはコンテナの研修庫、着発線の西側には貨車の研修庫が置かれている。営業窓口である JR 貨物九州北部支店も駅構内にある。2014年3月15日改正時点では高速貨物列車のみ1日21往復発着するほか臨時列車の設定もある。 上り列車の行き先は、東京貨物ターミナル駅が最多で、大阪貨物ターミナル駅や名古屋貨物ターミナル駅、新潟貨物ターミナル駅、仙台貨物ターミナル駅、札幌貨物ターミナル駅などがある。なお、鹿児島本線を当駅以内へ向かう貨車の多くは、当駅を経由し軽送されるが、その逆、本州方面へ向かう場合は、直通列車で輸送されることが多い。 福岡市を中心とする福岡県西部をエリアとしている。また新福岡郵便局への郵便物も当駅より運ばれている。駅は博多港箱崎府等に立地しており、周囲は日本通運など運送業者の施設が集まっている。駅の西側及び北側は福岡高速道路が通り、東側は国道3号、その東側を西鉄海塚線。 福岡市地下鉄箱崎線が通っている。最寄り駅は、貝塚駅や箱崎旧来前駅である。ありがとうございます。